ミスマリちゃん、これやってみよう、特別編だよ。ウーイエーイ。はい、今回はゴールドコーストのおすすめスポットを紹介します。こちらが超人気ウォーターパーク、ウェット&ワイルドです。イエーイ。今回4人が紹介するのはゴールドコーストで大人気のウォーターパーク、ウェット&ワイルド。ここにはもちろん普通のプールもあるけど、なんといってもこのウォーターパーク、スライダーがすごいんです。ウォータースライダーが全部で11種類も。その中でも人気ナンバーワンスライダーがこちら、アクアループ。高さおよそ17メートルから垂直に滑り降り、なんと最高時速およそ60キロ。その速さゆえに一回転するという超スリリングなスライダー。そしてこのスライダーで最も怖いのは発射方法。カウントダウンが始まり、底が抜けて垂直に落ちるという仕組み。緊張してます。よし。それではミスマリーちゃん、アンジェロ、レッツトライ。高速で滑り降り、いつの間にか一回転。そしてゴー。ミスマリーちゃんどうだった？他にも最大4名で滑り降りるファミリータイプのマムスボールや、まるでトンネルに吸い込まれていくようなトルネードなど、超スリリングなスライダーが充実。皆さんもゴールドコーストへ来たら、こちらのウォーターパーク、ウェット&ワイルドにぜひ来てみてくださいね。イエーイ。ありがとうよ。すごいよ、本当に楽しい。楽しいだよ。